ヤッホーイルカです。混合線変えました。これあまりにこっちや。もうちょっと5センチぐらいの西、手前に来てほしい。ということで、これちょっと曲げたのか思って。この辺熱してやね。グイって曲げたのか思ってんね。これメッキやからメッキ割れてきたりするのちゃうかなと思うけどね、メッキ。これヒートガンで熱して曲げてみる。ここは ABS 樹脂やからちょっと曲がると思うね。金属と違うから鏡熱くなって割れたし、そんなんだったらもう目が当てられるよ。あ、メッキヒビ入ってきた。ちょっと伸ばせるかな。曲がらんな。あ、シワがいったシワいきよったメッキのほれで、しかもこうひび割れ。こんなぐらいにしといたろかこれで果たしてどのぐらい効果があるか変わらんがなあかん、まだもっとやらんとあかん。シワがいっただけで全然変わってないやん。おぉ、ちょっと柔らかになった。ウィーっと、ほぉー、これすごいシワいきよった。シュワ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 やん。しかもここ割れて、ほんまや、縦に割れてんな。縦に、どうしたのつうか、こう縦に割れた感じで、ここシワだらけ、熱っ。ちょっとこれやってみよう。これでだいぶ手前になったやろ。変わらんやん、これなんで。だいぶ曲げたで、俺。いやいやいや、変わらんやん。まだぬくいし、曲がるわ。あ、だいぶ変わった。せっかく曲げんやったらもうちょっと曲げて。もうエルはもっとやってじゃって。お、メッキ剥がれてきた。さらやったの。水で冷やそう。はい、真ん中落ちるようになりました。ほんで、シワが入ってしまったな。これだけ外してパテ埋めして塗装するわ。グラインダーでメッキにシワやヒビが入っているところを削ります。グラインダーなど高速の回転工具を使うときは素手が基本です。シワは深く入っているので深くカットしてパテで埋めることにします。プラスチック用の粘土パテです。使い古してかなり硬いです。まあでも柔らかなってきた。よし、これでいける。深くカットしたところにパテを埋め込みます。まあ完全にみすぼらしい状態はちょっと避けたいな。シワがいったような状態は、そのシワを隠して、色はメッキはもう無理やし白にすると。それしメッキのとこと白のとこが混在するパターンになるか、それとも全部白で統一した方がいいやろか。ツートンでええ。ツートンでええ。白で統一した方がかっこええことない。別にツートンおかしくない。まあそうしよう。アクリル縦が乾いたので削ります。とりあえずグラインダーで荒削りします。縦が古くて硬くなっていたので、うまく混ざっていないところがあります。大体の形に削れました。あとは耐水ペーパーでひたすら水研ぎをします。あまり細かい目のものではないです。350番ぐらいです。まあ、よしとしましょう。はい、密着ロンマルチね。こういうプラスチックなんかには、絶対プライマーを塗らないと後から剥がれてきます。密着ロンマルチはその点信用していて、ツルツルしたものでもこれを塗って剥がれてきたことはないです。
昔買ったアサヒペンのメッキ調スプレーが残っていたので、まずこれを使ってみようと思います。ただあまり良い印象がなかったので問題があるかもしれません。曇ったメッキのような感じにはなりましたが、ちょっと微妙です。塗膜が弱い感じがして触ると剥げてきそうなので、上からクリアを塗りました。するとメッキ調が銀色になりました。これなら白の方が良いと思います。塗料を剥がしてもう一度密着のを塗った状態です。今度は白を塗ります。ああ、何やこれ。一番安物の200円くらいのスプレーラッカーです。垂れたな。垂れてないか。一回目はこんなもんで垂れやすいね。とにかく安物のやつは垂れやすいんだ。垂れないように少しずつ、しかし完全に乾かないうちに何度も塗っていきます。最後はクリアで仕上げをします。これはやっぱり上等のやつは垂れにくいよな。まあこれで良しとします。できました。色が白、メッキの色にするのは無理でした。でもなんか知らんけどね、これ硬くなったんやな。全然触る感じはしんひんな。なんかいい感じになりましたよ。前はね、この横から見たら垂直に落ちてた感じなんです。垂直に。で、垂直に落ちたらこの辺の斜面のところに落ちてて、それがどんなぐらい改善されたかというと、今度はね、垂直よりちょっと手前でしょ。あんまり変わらへんか。もうこの斜面のとこよりも少し前に落ちるようになった。本当はね、これここのヘッドの部分の角度をこう前に向けた方が良かったんやけど、もういいわ。ありがとうございました。今度は懲りずにキッチンをやります。